韓国のチョグク報省は今日、法章を辞任すると表明しました。女子をめぐっては、妻や子供による不透明な投資や大学院への不正入学など、次々と疑惑が噴出する中、文在寅政権が女子の報省任命を強行し、反発が広がっていました。女子は、これ以上私の家族のことで、大統領と政府に負担をかけてはいけないと判断したと、 辞任理由を説明しています。女子の辞任はムンジェイン政権にとって大きな打撃となりそうです。